はい、ではビートルズのブラックバードの弾き方を解説していきます。自分でフルで演奏した動画もありますので、よければ参考にしてみてください。右上のカードからか概要欄の URL から見ることができます。で、この曲で最も特徴的なのはこの右手の使い方です。親指と人差し指の2本だけを使う、いわゆる2フィンガー奏法というもので演奏されています。この曲に限らず、基本的にポール・マッカートニーがギターで指弾きするときはこの2フィンガー奏法で弾いています。ですが、動画等を見ていると日本ではこの曲を3フィンガーで弾いている人が非常に多いように思います。まあ、そういう僕も最初この曲を父に教わった時は3フィンガーで教わりましたし、その時持っていたビートルズの教本にも3フィンガーで弾き方が載っていました。ちなみに3フィンガーで弾くとこんな感じになります。まあ、これでもまあ綺麗でいいんですけど、2フィンガー独特の打楽器的なこうリズム感が出ないので、なんとなくギター1本で曲を支えるにはちょっと心もとないかなというような気がしてしまいます。まあ、前置きが長くなりましたが、まずは前奏から歌い出しの繰り返しの部分を通常のテンポと遅いテンポで弾いた演奏をご覧ください。右手の2フィンガーの使い方なんですけれども、この前奏部分にもう全てのパターンが出てきてますので、まずはこの前奏部分を何度も何度も練習して右手の使い方に慣れてほしいと思います。まあ、そうすればあとは左手は形を覚えるだけですので、もうこの曲は弾けたも同然だと思います。では最初の形ですね。左手は薬指で6弦の3フレットを押さえて、2弦は開放弦です。この時薬指の先で弦を押さえて、腹では5弦をミュートします。で、薬指のこの付け根あたりの手のひらで1弦をミュートします。5弦と1弦が鳴らない。これは次に、この次に右手で3弦をこう弾く時に、まあ、余計な音が鳴らないようにです。まあ、そんなに意識しなくても普通に押さえれば割と自然にミュートされるので。そして右手はこの押さえた6弦を親指で、何も押さえていない開放弦の2弦を人差し指で同時に鳴らします。そしてこの上がった人差し指を下に下ろしがてら開放弦の3弦をダウンストロークで鳴らします。まあ、ここは実際には曲では3弦だけじゃなくてもうちょっと楽な感じで4弦とか2弦も鳴ってはいるんですけれども、あくまで意識としてはこの3弦を1弦だけ狙ったけど、思わず勢い余って4弦とか2弦にも当たってしまったぐらいの感覚がベストだと思います。次は左手人差し指で2弦の1フレットを押さえます。これも先でに押さえて指の腹では1弦をミュートします。右手は親指で開放弦の5弦、人差し指で押さえた2弦を同時弾きで、また人差し指で3弦ダウン、そして左手の中指で5弦の2フレット、小指で2弦の3フレット、右手で同時弾き、そしてその形をキープしたまま上にスライドさせます。スライドして中指が
5弦の10フレット、小指が2弦の12フレットになる。ここで2フレットと3フレットで隣同士だったのが、こう上がってきたら自然に1フレット分スペースが空いて、こう自然にその形になるようにスライドさせます。まあ、この低い方のフレットは幅が広くて、高い方のフレットは幅が狭いので、こう意識してこう指を広げようとしなくても、このまま上げてくれば自然にこの形になります。でこの時また指の腹で4弦ミュート、小指の指の腹で1弦ミュート、まあこの6弦もミュートできれば一番いいですね。まあ、このミュートに関しては、まあストロークした時に必要な弾きたい音、ここだとこことここと、まあ3弦以外の音が鳴ってほしくないということなので、自分でこう弾きながら、あこの音は鳴ってほしくて、この音は鳴ってほしくないなっていうように意識しながら練習することが大切だと思います。そうするとまあ感覚的に身についていくとは思います。でこの形のまま右手でストロークしていきます。でこの部分がこの曲のツーフィンガー奏法の最も特徴的な部分になります。で左手はその形のままで、まず親指で5弦、人差し指で2弦を同時に弾きます。まあ、さっきやった弾き方ですね。そしてその時上がった人差し指を下ろしがてら、ダウンストロークで今度は2弦と3弦を一緒に弾きます。2弦と3弦で、下ろした人差し指を今度は上に持ってきがてら、アップストロークで2弦と3弦を同時に弾きます。で今度は親指で5弦をダウンで、人差し指で3弦をアップ、ここは同じ音ですね。5弦親指3弦人差し指で、最後この人差し指を下げがてらダウンストロークで2、3弦を弾くと、まあこんな感じです。まあ、流れでやるとっていう感じです。で、まあ、全ての音を正確に鳴らすというよりはリズム感とかテンポ感の方が大切なので、あまり音を置きに行くというよりは、こう一個一個音を置きに行くというよりは、もう流れるようにベース音がボーン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 、メロディーの方はチャ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 という感じで、テンポよく弾くことの方を意識して練習してもらいたいと思います。まあ、コツとしてはあんまり力まずに、まあ、優しく流れるように、まあ、撫でるような感じですかね。弾くと本当のポールのプレーっぽい弾き方になります。まあ、この部分は特に3フィンガーで最初慣れてしまった人にとってはちょっと違和感があると思いますので、まあ、何度も反復練習して無意識で弾けるようにしていただきたいと思います。で、この後の部分は右手に関しては今のパターンの組み合わせなだけですので、まあ、ここが弾けるようになればスルスルっと最後までいけると思います。では続きの演奏を通常テンポと遅いテンポで見ていきます。はい、では解説します。左手は人差し指で5弦の3フレット、小指で2弦の5フレット、右手は親指人差し指で同時弾きで、前と同じようにミュートですね。指の腹で4弦、1弦と、まあ6弦もできれば一番いいですね。で人差し指を下ろしがてら3弦をダウン、
で次はこの中指で同じ5弦の隣の4フレットで、人差し指は下に持ってきて1弦の3フレットですね。こっから半音上がる感じですね。で4弦はまあミュートですね。でまた隣に持ってきて最初と同じ形で人差し指が5フレットで、さっき出てきた形を繰り返して、でまた中指で隣を押さえて人差し指は下に持ってきて、で最後にというか次は人差し指で7フレット、5弦7フレット、小指が2弦8フレット、まあ、ここでフレットの間がなくなって指同士が隣同士のフレットになります。そしてここで右手のさっきやったストロークをやります。じゃじゃん。そして人差し指だけ1フレット下がって、また同じようにストロークを1回やって、その形のまま全体1フレット下がります。でさっき出てきた形の組み合わせなんですけれども、ここで3弦を弾いたら、まあ、1個下がるような感じで、さっきここに出てきたこれとその次のこれですね、今度下がるような形で弾いて最初の形に戻って右手ストローク、で今度は小指だけ1フレット下がってまた右手のストロークという感じです。でこのコードチェンジがすぐにポンポン変わっていくときは、間にこの3弦の開放弦が入って、で同じ形で1小節キープするときはストロークが入るというパターンです、ね、この曲のパターンはそのパターン。数変わるときは3弦が入って、同じ形で1小節キープするときはストロークが入るというパターンです、ね、でまあこの部分のコツとしては、音が極端に言うとこうブツブツ切れてしまうと全く曲の雰囲気が出なくなってしまいますので、なるべく次の音まで連続してこう流れるように弾くっていうのがポイントになります。でこれがまあなかなか難しくて、ここは歌いながらなのでどうしても意識が歌に行ってちょっと音が切れてしまいがちになるので、こう音が連続して続くように弾いてもらいたいと思います。では次の部分に移りましょう。ここはなかなか難しい部分ですね。個人的にはここが一番苦手です。ここはさっきやったおなじみの右手のストロークが連続で出てくる上に、ここと次のここでベース音が開放弦になるので、今までやってたこの人差し指の腹で、人差し指というか指の腹でこうミュートするっていうのに頼れないので、4弦を弾いてしまわないようにならないようにちょっと丁寧に弾かなきゃいけないので、ちょっと難しい部分ではあります。まあ1弦はミュートできますので、どっちかというと1弦側よりを弾くようなイメージでストロークした方がいいと思います。まあ解説していくと、さっきの流れの最後の形のまま1フレット下がって右手のストロークの連続ですね、こう
差し指が外れて小指が下がってまたストロークで、今度はそのまま人差し指に入れ替えてワンフレット下がって、で右手の親指で弾くのがここで4弦になります。 D の音になって、まあ、曲通してここだけですね、親指で4弦を弾くのは。でまたストロークして、最後この曲の一番最初の形に戻って右手でストローク。でここも最初に言ったように、あの左手の薬指の付け根で1弦をミュートしないと、この1弦が鳴っちゃってちょっとかなりダサくなってしまうので、まあ、しっかりミュートを忘れないように。まあ、ここは本当にミュートが結構大事になりますね。ミュートとあと余計な音を弾かないように意識するっていうのが大事になります。であとはまあさっき出てきた形の組み合わせでいけると思います。あとはまた繰り返すだけですので、次にサビの部分に移りたいと思います。まあ、ここも特に珍しい形はなくて、今まで出てきてるパターンの組み合わせになるので、まあ、すぐに弾けるようになると思います。最初人差し指が5弦の8フレット、小指が2弦の10フレットで、また同じように3弦をダウンで弾いて、で人差し指が1フレット下がりつつ小指は間を詰めて、まあ、1フレット空いてたのがここで隣同士になって、でまたそのまま2フレット分下がります。間を詰めて2フレット分下がって、で今度はまた間を空けて、まあ、久しぶりに2フレット分下がりながら指と指の間に1フレット分間を空けて、で今度はその形のまままた2フレット分下がってストローク、でまた元の位置に上がってストロークという感じです。まあ、5段階で下がっていくんですけれども、まあ、自分の場合はこの人差し指と小指のこのフレットの距離を、まあ、これが3として、まあ、これが2として、3、2、2、3、3っていうふうにな感じで覚えました。3、2、2、3、3っていう、まあすぐに何回かやれば弾けるようになると思います。で2回繰り返したらさっきと同じ流れで、で間奏に入ってきます。で間奏に入ってまた同じサビを繰り返します。そして2回目のサビが終わって一旦こう一旦静かになった後、こうそんな形のままとこう下がってきて、まあブリッジみたいなのが入るんですけれども。
まあ、ここも、まあ、一応今弾くと、まあ、今までの形の組み合わせで弾けます。という感じです。で最後また繰り返して終わりです。とまあざっとこのような流れになります。で曲を通しての注意点としてはやっぱりテンポが狂わないように音をただ置きに行くんではなくて自分でリズムに乗って弾くというのが大切だと思います。で細かい音のミスはそんなにちょっと音が出なかったり変な音が鳴っちゃったりしてもまあそんなにポールも細かいところは結構ミスしてたりするのでどちらかというとテンポをしっかり守ってこうリズム感が出るようにということだけ気をつけて演奏することが大切だと思います。やっぱりポールはその辺はすごいですね。他の曲のベースラインを聴いててもそうですけど全くリズムがよれないですね。ちゃんと自分の中にリズムがあってそのリズムで弾けてるというような感じがします。ではすいません長くなってしまいましたがこれで解説を終えたいと思います。やっぱり反復練習が一番大切だと思うので最初は指が全然うまく動いてくれないと思いますが弾けるようになるまで何度も何度も繰り返し練習してみてほしいと思います。必ず最終的には弾けるようになります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。